配備計画が停止となった地上配備型の迎撃ミサイルイージ・ス・アショアの代替案として洋上に浮かせた基地に迎撃ミサイルを配備する案が浮上していることが分かりました関係者によりますと洋上基地は国内全土をカバーできる日本海側に設置する計画でミサイルの一部分が落下したとしても海上に落ちるため被害を抑えられるということです しかし悪天候の場合確実に迎撃できない恐れや外部からの攻撃に脆弱で建設費が高額になるなどの欠点も指摘されていますそのためイージス艦をさらに増やす案なども検討されています政府は今週水曜日にも NSC ・国家安全保障会議を開いて議論をし秋ごろまでに方向性を示したい考えです